どうもこんばんは。時刻は8時です。ということでね、お酒を飲んでみたいと思うんですけど、ね、これ知ってますか？御嶽。一応ですね、これプレミアム焼酎ですね。ずいぶん値段も落ち着いてきまして、もう1500円以下で手に入るって感じですけどね。もう今じゃこれが非常に評価が高いらしいですね。安い割にうまいと。ということで飲んでみますね。本当かなぁと思って。じゃあちょっとね、ストレートでね。ちょっと、ストレートで飲むことはね、ほとんど私は、ないんですけどね。半分くらい入れてみますか。香りが結構ですね、離れてるんですけど、香りがすごいですね。甘い感じの芋の香りがきますね。トップバリューにないですね、これはね。申し訳ないですけど。それじゃあ、飲んでみます。すいません、声でかい。俺飲んでんのってほんと違う。甘い、何これ。飴さつまいも、米麹、タイ米。タイ米の米麹ね。25度。これわかんないね。米麹、公的米。普通の米じゃダメなの？日本酒と一緒かな？山田錦みたいな。トップバリューはね、どちらかっていうと、甘みもあるんですけど、辛いですよ、これと比べると。こんなに甘いの俺初めてかもしんない。じゃあちょっとね、お湯入れてみますけど、逆になっちゃうね。普通はお湯から先入れるけどね。まあいいやね。はい、入れてみました。布団の上とかでさ、酒飲んだりとかさ、カップ麺とか食べたりするでしょ。こぼしたりすることあるじゃん。あれにはね、これが、前言ったことあるけど、これがやっぱりいいんですよ。こうやって、これこぼれないですよ、これ。俺の知恵。こういうの出してほしいわ。こんなのじゃなくて、ちゃんと重いやつ。こぼれないですよ。これが結構いいですね。伊藤家の食卓的な知恵です。まあどうでもいいんですけどね。飲んでみます。お湯割りが合う。これ女性向き。苦味が少ないですね。甘いんで飲みやすいし、ほのかな香りじゃないです。かなり香りますね。芋の香りが。やっぱり違うなぁ、俺飲んでんのとは。プレミアムじゃなくてもちゃんとしたのを飲まないとダメですね。ほんとね、そんなに高いものじゃないんで、一度騙されたと思って買ってみてもいいと思いますよ、これ。1500円以下でね、買えますんで。今安いとこだと1200円台で買えるのかな。楽天とかだとね。でね、これ今日これ。つくしです。つくしの佃煮作りました。大量にあったんですけどね。あれですね、もう佃煮にすると小さくなっちゃうね。ちょっとこれにも入れてますけど、タッパーにもね。豆板醤をですね、入れてみました。持て余してるんでね、早くなくなんねえかなと思って。まだまだたくさんありますね。半分ぐらいあるの。そう、辛いのを入れるとね、そうなんで、俺ね、グリーンカレーを食べてお腹壊したんですよね。ちょっと今日は一日大変でした、だから。止めダインっていうやつ、あれは効くんだよね。ストッパーより止めダイン派ですね、これは。
まあどうでもいいわ。いただきます。うん、ああ香ばしい。うまいね。しっかりとですね、茹でたんで、うちのね、茹でないでやる方もいるじゃないですか、そのままやっちゃう方。俺は野草でも一度茹でる方がね、好きなんですよね。えぐみとかさ、苦味が抜けるでしょ。あれがあった方がいいっていう方は多いけどね。菜の花とかもあのアクを取らないでやるのがあんまり好きじゃないんだよね。この前ちょっと天ぷらにしたけど、あれはそのままやってみたけど、うん、一回茹でた方がね、優しい味になりますからね。うん、甘いね。甘い甘い。美味しいです。ちょっとホームページ見てますけど、御嶽関連のホームページをちょっと見てるんですけどね、公式ではないです。うん、生産量が少ないんだって。ああ、やっぱりね、お湯割りにするとね、その風味を楽しめるって書いてありますね。うん、そう思う。甘みがね、引き出されて、あの、香りはすごいですね。甘い香り。飲みやすい。癖がないとか書いてあったりするけどね。どういう意味なんでしょうね。芋っぽくないってことかな。芋っぽいけどね、すごい。俺一番あの飲みやすいけどね、芋が。だって芋ってよく考えて、だって癖って言ってもさ、芋って普通におやつとして食べるからね、甘いし。それに比べると麦とかさ、米とかだったら違うじゃない。よっぽど飲みやすいと思うんだけどね、俺はね。ただあれか、苦味かな。独特のあの苦味があって嫌っていう人がいるのかもしれない。あの他のあの麦とか米に比べると苦味が強い感じはするよね。そこなんだろうね、多分ね。癖っていうのは。まあ俺は体調面で嫌になるんですけどね。おしっこが臭くなるんだよね、これ。知ってる？芋っておしっこ臭くなるんだよ、これ。そこが嫌ですね、俺は。